琴ヶ浜馬路琴ヶ浜郵便局馬ま駅は、島根県大田市二間町馬路にある、西日本旅客鉄道3位本線の駅である。快速列車については、下り一本のみが停車する。かつては、夕方の上り一本松田駅大田市駅に、各駅停車となる列車が停車していたが、2016年のダイヤ改正で通過となった。島式ホーム一面二線を持ち、 行き違い可能な地上駅。一線スルー化離されておらず、上下線で発着番線が分かれている。浜田鉄道部管理の無人駅で、かつては駅舎があったが、撤去されたため、出雲市より海側の構内踏切から直接ホームに入る形になっている。また、ホーム上に乗車駅証明書発行機が設置されていた。2017年3月時点で、 ホームに乗り場番号表が整備されており、列車運転指令上の番線番号同様に、入り口側を一番乗り場としている。2018年1日平均乗車人員は11人で、ある。2004年度は26人、1994年度は67人、1984年度は133人だった。近年の1日平均乗車人員は、以下の通りである。快速。 アクアライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。